本題に入る前にですね、一つお礼を言わせてください。先日投稿したこちらの動画ですね、それのコメント欄を見てて読ませてもらってて、まあ、たくさんの方にさ、悩みをまず書いてくださっててね、悩みを書くってやっぱ結構エネルギーが必要だったりとか、ちょっとグッて思わないと書けなかったりすることってあると思うんだよね。それをすごく力を振り絞って書いてくれたんだろうなと思って、本当にありがとうございます。で、あともう一個は、それに対してすごくこう温かい自分の経験談を話してくれたりとか、励ましのメッセージをね、返信を返してくれてる方がすごく多くて、あのね、嬉しかったのがコメント欄にあったんだけど、ここのこの動画のコメントがすごくあったかくて、また落ち込んだ時に見に来ますみたいながあってね、もう本当にみんなのおかげです。ありがとうございます。あ、もちろんね、あのおいおいって思うようなコメントもありましたけどでももちろんそれはさ、たくさんの方に目に触れてればしゃあないと思いますんで、こうみんなが、あの動画ね、収益化してないんで、広告流れないから、またこう、落ち込んだ時とかにフラッと寄ってコメント欄見てみてください。それで少しでもね、ちょっとみんなが頑張ろうって思うきっかけになるんだったら、あの動画は残す価値があると思ってるので、本当にありがとうございました。では、本題ね、やっていきましょう。じゃあ改めましてよろしくお願いします。どうも、ハイチーです。今回はですね、気分屋っていうね、ちょっとテーマをね、設けております。なんでそんなテーマかっていうとね、自分がめちゃくちゃ気分嫌なんですよ。みんなもさ、性格をね、こう羅列、箇条書きで羅列してった時に、まあいろんな性格があると思うの。自分ね、多分上の方にね、気分嫌っていうキーワードが出てくるぐらいに、昔から気分嫌だっていう自覚があるんですけど、もしみんなが自分のことを気分嫌だと思う人がね、ちょっと考えてほしいのが、その気分嫌っていう性格、長所ですか短所ですかって、どっちかなって考えてほしいので、多くの方がね、短所だって言うと思うんです。で、気分屋以外の性格でも、例えば頑固とか、じゃあ飽きやすいとか、優しいとか、まあ思いやりがあるとか、いろんなのありますよね。で、きっと優しいとか思いやりがあるっていうのは多分長所の方にカテゴライズされるんだけど、頑固とか飽きやすいっていうのは多分短所に入ってくると。で、思春期の頃っていうのは非常に自分に自信がなかったりするので、性格羅列していくと長所がめちゃくちゃ少ないんだよね。これ普通にゼロのことがいるからね、書かせると。で、なのに短所がめっちゃ出てくるの。そんなにみたいな。あと、私ってもうほんと性格悪くてとかって言うんだけど、まあ、そんなことねえんだよねってことは今回の動画で伝えたいことなんですね。で、なんでこれをね、喋りたいなって思ったかっていうと、その最初に紹介した動画のコメント欄にあったんですけど、連休明けのね、初日に学校行けなくって、その行けなかったことを弱いっていうふうに、自分のことをね、弱いっていうのを言ってた方がいらっしゃって、で、まあ、その気持ちはすごくわかるんだけど、でも、違う視点がすごく持ってほしいなと思って今回の動画を撮ってる感じなんです。で、何かっていうと、そのさっきの性格の話からいくとね、例えば気分屋っていうのは、まあ確かにね、周りに迷惑をかけてる自視覚はある、俺もね、ありますけど、で、短所の方が強いのかなって思ったこともあるんだけど、でも付き合い方によっては、それは長所にもなるし、だって気分屋でしょ、気分が確かに安定しないんだわ、その日によって。だけど、じゃあ気分が高まるところもしっかりあるんだから、そうなるように自分の性格をコントロールすればいいじゃんって思うようになったの。気分屋であることを否定するんじゃなくて、気分屋なんだからそれをうまく活かせばいいじゃんって、長所として。だから、うまくそのタイミングをね、自分の気分の上がり下がりをコントロールできるようになれば、下がるときはもちろんあります。めっちゃある。すごく落ち込むから俺。あるけど、その動画を撮るときとか、じゃあ講演会で喋るときとか、何かね、大事な場面のときとかにうまく持っていって、上の時にはすげえ強くなってる自覚があるから、うまくこうパフォーマンスも上がるし、だからそういう風にやっていけばいいのかなと。頑固っていうのも、頑固って言ったらすごい短所に聞こえるけど、意志が強いって言ったら、初志貫徹って言ったらすごく長所に聞こえない？でも同じようなことでしょ。頑固であることも意志が強いっていうことも、そんな変わらないな。ニアリーイコールだよ、そんなの。だから物事っていうのを、自分の性格もそうなんだけど、すごいね、一つの面だけじゃなくて、いろんな面から見てほしいの。で、今回のケースで言うと、今は性格の話をしたんだけど、実は性格だけじゃなくって、みんなが何かした行動に対してもすごくそう思ってほしいなと思ってる。で、最初の話にね、戻すと、その学校に行けなかったっていうのも、まあ、例えばさ、自分でそうなったら弱いとかさ、サボってるとかさ、そういう風に自分の判断しちゃうかもしんないけど、いや、多少無理やりだよ。無理やりかもしんないけど、でも必要な休みだったんだって思わなきゃって思っちゃうのね、自分は。じゃないと、その自分が起こした行動に対して、一つの目線じゃなくて違うところから見てやって、
で、それで判断しないとどん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 気分が落ち込んでっちゃうんだよね。ただ自分のこととして置き換えるとすごく多面的に見るって難しいんだよね。一つの目線、こうダメな方の目線で見てしまうと他が見れなくなってしまう。じゃあどう考えればいいかっていうと、これ別の人に置き換えて考えるの。また身近な人、まあ、家族とか友達とかでもいいし、そういう風に置き換えにくいんだったら好きな芸能人とか、俺アニメのキャラとかでも全然いいと思うの。キャラクターとかでも、例えばさ、じゃあ、まあ、アニメでも芸能人の方でもいいんだけど、じゃあみんなが好きな人がいるじゃないですか。好きな、じゃあいて、その人がじゃあ、まあ、同じクラスメートにいるとしよう。みんな想像力生かして、これはね、クラスメートにいるとして、その人がじゃあ初日に休んでしまって、みんなが今落ち込んでるみたいに、あ、俺って弱いんだよなって、私って弱いからなって悩んでるって、その時になんて声かけてあげるっていうのを考えてみるといい。きっとね、自分自身にダメ出してるみたいにダメ出ししないと思うんだよ。その人のためを思って、こうじゃない、こういう風にも考えてもいいんじゃないって、さっきの自分じゃないけど必要な休みだったんじゃないって、それはその10連休と足んなかったから11連休になっただけだって、じゃあ次の日から行けばいいじゃんとか、いろんな解釈ができてくると思う。それを自分に置き換えてあげる。それが全部響くかって言ったらそうはうまくはいかないけど、でも違う目線を見るきっかけには必ずなると思うんだよね。これから先ね、人生生きていく中で、まあ、自己分析したりする場面もあるわけよ。多分就活の時とかするんだけど、だから自分の性格にしてもしかり、何かね、自分が行動を起こしてそれをすごくネガティブ、もうダメなやつだとか、俺クズだとか、私ダメだとかね、いろんな思うことがあった時に、じゃあそれを置き換えて、自分だったらその人に何て言ってあげるのかなって。ダメ出しをするとしても、自分へのダメ出しと大事な人へのダメ出しって絶対言い方変わるんだよね。そう、じゃあその言い方が変わって、相手にちゃんと前を向いてほしいがために言うダメ出しと、自分に対してそれはできないんだよ。前を向いてって思ってないから。だから相手に対して言うダメ出しを、その言葉、その思いを自分に対してちゃんと言ってあげれるように意識しないと難しいし、最初は全然意味わかんないって思うかもしんないけど、これは練習したら絶対できるようになるの。俺がそうだから。自分にすぐダメ出ししてしまうとかね、そういう子もいると思うんで、ちょっとね、違う目線で自分のことを見つめるというか、自分の起こしたアクションをね、そう解釈を変えていくっていうきっかけになると思うのでね、ぜひちょっと参考にしてみてください。